今日はゴスペル仲間のカイロプラクターの鳥貝美香さんのサロンにお邪魔してます、はい、すごいもう入り口から見てみて素敵かわいいもうすごい女子見てみて刺繍かわいらしいサロンですけど、はい、ちゃんとカイロプラクティックについてっていうのもありますねうん、はい、スタジオ名スタジオって言わないサロン名は美容カイロセザミというそうですちょっとね先ほど収録したところに実はまあいろいろこれはなんだ映しちゃっていいのこれはブドウそうですねブドウ健康食品もあるそれミネラルのサプリもあったりとか見てなんていうのあのよくほら理科の実験で、だいたい学校の七不思議理科教室だよね骨が走る人体模型そうそうそうで私がいたねあの昭和あの今春日部なんだけど昭和町の川辺町ってところでは理科ちゃん人形って言われて理科ちゃん人形理科ちゃん人形があの夜中走るっていう七不思議だと思い出しちゃったなるほど、まあ、これサロンなんですけど、はい、入っていただきますと、うん先にこちらに手前にエステのベッドがあって、はい、奥の方にカイロのベッドになるんですかね、うん、すごいこっちはあ、ポコポコしてるね矯正マットです矯正マットで、ね、こちらで、ね、先生はお一人です、はい、一人で切り盛りされてるんですけど3時間ぐらいかけてすごいですよね3、40分で普通は終わっちゃう、ね、あとこれもいいな保育がなんか本当ほっとするというか、うん、リラックスできる空間です ねいいですね癒しの空間で、うん、すごいいい香りをしてで決してあの男子禁制ではありませんのでじゃあちょっとここであの放送のご案内ですねあの本日はあのカイロプラクターの鳥貝美香さんをお迎えして2本収録したんですけども、はい、どうでした、はい、あ面白かった面白かった結構いろんな話聞けてまあねあの放送聞いてほしいのでネタバレになるので詳しくは言えないんですけど、うんはい、なかなか日本人が住んでないところに住んでらっしゃってもしも住んでたらあのなんだありますよねそういうテレビああこの街になっあなぜこのここに日本人がみたいな来そうなところですよね、まあ、今はちょっと治安的に難しいかもしれないけどそうぜひ放送切ってほしいなと思います、うん、ぜひぜひ、美香さん何かこの動画をご覧の方にメッセージとかありますか、うん、あそうですねぜひねまあ健康についても考えていただきたいし、うんうん、これからのね、まあ、有意義に皆さん過ごせるように なんか、なったらいいなって思います、うん、予防医学的なものとか結構力入れてらっしゃるんですね、うん、そうですそうです、うん、で本当にね自分のことってなかなかこう気がつかなかったり、うんうん、毎日のことなので過ごしてしまって、こう過ぎちゃってることっていっぱいあると思うね、うん、だけどその毎日やっていることの積み重ねがあなたの体を作っているんだよっていうことねそうですよ ねまずそこを分かってもらって、うん、だからあなたの体がそうなのはあなたが今やってることでしょって、うん、いや私も絶対私すごい病気ありますけど原因不明とかお国は言ってて難病指定されてるけど、うん、絶対あるんですよ原因は、うん、分からないだけ、うん、気づけないだけ、うんうん、で自分も睡眠不足とかなったりしたら調子悪くなるんですそれ当たり前ですよね、うんうん、あと無理しすぎると、うん、それはすごい感じてますね、うん、絶対そうですでも本当に自分の体は絶対替えが利かないから、うんうん、だからいつでもいつでもメンテナンスをするっていうふうに考えてもらうといいかなって、うん、で歯磨きって毎日するじゃないですか、うんうん、だけど
骨磨きっていうのは何もしないから、だからしっかりとね、あの心がけてもらえたらなって思います。いや、体の声を聞くのは大事ですよね。はい、で本日の模様は、10月の22日そして29日じゃなかった、10月の15日と10月の22日2週にわたって、あの越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン夜の7時、19時から、はい、リスラジでも、はい、リスラジオのアプリでも聞くことができるので、うん、ぜひ聞いていただきたいんですけど、うん、本日ですね、まず10月の15日の方に、あの勝美さん、こちらは生コメントあります。ありがとうございますね、うん、ありがとうございます。そして去年番組に遊びに来てくださった竹内智子さんからのメッセージと新曲もご紹介しておりますので、うん、ぜひぜひ、はい、続きまして10月の22日の方はお誕生日ソングスが出たばかりです。こちら新澤敏彦さんが監修ですかね、新澤敏彦さん、山野さと子さんなどが歌ってらっしゃいます、うん、で先日私たちもあのコンサート行ってきました。そうですね、インタビューもさせていただいて。そうなんですよ、はい、いつもね山野さと子さんには、まあ、他で共演させていただいたりとかコメントいただいたりとかなんですけど、うん、22日の10月22の放送では新澤敏彦さん、山野さと子さんのインタビューと、そしてこの中から1曲ご紹介しておりますので、はい、そうですね、こちら CD ブックですね、譜面、あと手遊びの仕方ですね、うん、ダンスで楽譜、そして CD がセットになっております。そうです、はい、2200円。こちらあの、はい、ご紹介しておりますので、そしてさっちゃんのセカンドアルバムも、ファーストアルバムのさっちゃんとみんなのお歌声をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち実はゴスペル2人ともあのソプラノパートで歌を歌ってますので、うん、よかったらアフリカンブラックミュージックで全然普段のさっちゃんの歌とは違うんですが、よかったらこちらの方も11月の3日にありますよね。11月の3日は足立区の方で、ね、公園、ベルモント公園でありますね。時間は昼、もしかしたら午前中になっちゃうかなってちょっと思ってて、まだ、うん、あの時間は言われてなくてね、私の方は、うん、分かったら伝えます。分かったらこうインフォメーションあの、うん、できますので。そうですね、はい、踊りながら歌う私たちってか踊れてないんですけど、私は車椅子だったりとか、だけど上半身だけノリノリで歌う私たちにも遊びに来てくださればなと思います。そして美香さんの美容さんのこちらもよろしく、地図ですね。はい、じゃあたくさんのメッセージ本日もどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは鳥飼美香さんでした。ありがとうございます。